ってなるとね、そういった証拠のお一つではないかというのが、後の世にはおじいちゃん大好きっ子ということでね、言われております。三代目の家光、過去何度かでは、回数はそんなに多くはないんですけれども、過去何度か久能山東照宮への参拝をされているといったことと、久能山東照宮にあるその家康のお墓というのがですね、もともとは確か木製で作られたものだったそうですが、家光の頃になりまして、それだと多分木製では朽ちてしまうと、これを危惧されてか、後になってそのあれは石造りとかかな、要は何年経っても形が崩れることがない丈夫なものに差し替えをされたといいますので、本来なら